起源。人の食物を作るためにはまず食べる側のことを知らなければなりません。人体は約60兆個の細胞から成り立っていると言われます。原初の地球で30数億年前発生した生命体多節ありは、単純なウイルスや単細胞体で、それらが感染合体を繰り返し、現在見るような多様な生物群が出来上がったと言われています。ウイルス共生説。心は別として、我々の肉体は早い話がウイルス DNA を集めてできた微生物細菌を基本的な部品とし、高度な機能を獲得した生命体といえます。そして受精から誕生までの間に、卵子と精子という単細胞生物から生物の進化の過程を一通り経て、完成品の人として生まれてきます。しかし外見は変わっても、根源的には単細胞微生物と何ら変わりがないということを忘れてはいけません。